ソド,ソドウ島、ソドウ島、ソドウ島は、ウィルバート・オードリー牧師の絵本シリーズ、記者の絵本及びその映像化作品、機関車、トーマスの舞台である、架空の島、アイリッシュ海上のマン島と、イギリス本土カンブリア州のバローイコールインイコール、ファーネスの間に存在するとされ、実在するウォルニー島を含んでいる。工述の通り、ソドの名は、英国国境界に実在する。 ソドーアンドマン教区に由来する。ギリシャのロドストをお客から読んだものという説は誤り。記者の絵本シリーズが巻きを重ねるにつれて、作者のオードリー牧師のもとには設定の矛盾について、質問する愛読者からの手紙が多数届くようになった。これらに答えるための矛盾のない設定を考えるうちに、牧師は体系的な架空の舞台設定を考案し始めた。折しも、 教会の仕事で万島を訪問したオードリー牧師は、その島を管轄する教区の名が、ソドーマン教区であることに気づいた。教区名からは、あたかもマン島と並んで、ソドー、島という土地が実在するようであるが、これに対応する特定の島や土地はない。オードリー牧師は、マン島とイギリス本土の間に位置する、ソドーという名前を持つ、架空の島こそが、 物語のための完璧な舞台環境であると考えた。オードリー・ボクシは、トーマスの視線の設定とそれを具現化した地図を1949年に、続いて島全体の体系的な設定とそれを具現化した地図を1950年に、自らの手で制作し、1952年には、親友のウィッカム司祭の協力を得て、島全体の再色された立体地図を作成した。 その後も、師匠を務める弟、ジョージの手を借りて、歴史、地理学、言語、産業、地質学に及ぶ、細かな設定が絶えず補強され続けた。1987年9月には、その集大成として、The Island of s ッ d o ー It's People, History and Railways, 島その住民、歴史、鉄道、日本未法薬が二人の教著として出版された。 テレビシリーズ化に際しては、小さな子供にもわかりやすいよう、ザ・アイランド・オブ・ソドー・イッツ・ピープル・ヒストリーレイルウェイズの精密な設定は、無視されており、完全な映像化はされてはいない。またエピソード上、意図的に改変された部分もある。アイリッシュ会場のマシ島と、英国本土カンブリアシューバローイ,ンイコールインイコール、ファーニスの間にある。島の海岸線はほぼ三角形をしており、 東西62マイル、99.7キロメートル、南北51マイル、82キロメートルで、面積は1298平方マイル、3361.8平方キロメートル。北西の海岸線は、幅4マイル、6.4キロメートルの、サドリア海峡によって満島と隔てられる。北東の海岸線のうち、バローイコールインイコールファーネスに向かい合う場所は、 実在のウォルニー島北東部の海岸線が本来存在する場所であり、ソド道島がウォルニー島を含んだ形になっている。島全体の人口は約17万7千人。本土側のバローイコールインイコールファーネストはトップハムハット橋が設計1915年完成した飛べ会式稼働橋。テレビ版ではビカーズタウン橋、ビカーズタウンブリッジと 1908年に完成した実在の道路用稼働橋であるウォルニー橋で結ばれている。また、ピール・ゴトレット近郊には水力発電所が1923年に建設され、ソドー・アルミニウム会社の工場とピール・トレット線に電力を供給している。島の南の海岸線はアイリッシュ海に面し、複雑に入り江を作る海岸線に港がいくつか点在する。 島で最も高い山は北部のカルディー・フェル・カルディ・フェル山であり、標高2048フィート、624.2メートル。この山はスノードンさんがモデルとなっている。島の固有の言語として、マ万島語とノルド語によく似た、サドリア語、スドリックがあるが、現在は使われていない。一部の地名、例、レニアス、リーニアス、 デネアスイクスジにも分かれた滝に、そう名残を留めているのみである。以下、特に記載がない限りウィルバート・オードリー牧師と、ジョージ・オードリーが制作した、原作版ソドーシ島地図、並びに、機関車、トーマスの鉄道顧問、サム・ウィルキンソンが発表した、テビシリーズ版ソドーシ島地図に準拠することとする。島の、主な産業は、農業、漁業、工業、観光である。 農業は、カラス麦、大麦、株子まで収穫される、主な作物である。漁業は、ティドマス近海で採れるニシンが特産品である。なお、鮮魚列車、フライングキッパーの、キッパー、キッパーは、ニシンの燻製料理を意味する。工業はかつて島の、主な産業で、鉛、亜鉛、銀、アルミニウム、石炭などが豊富に採掘されていたが、現在は、 鉱山資源が枯渇し、石材、天然スレート、糖度の採取等が残るのみという設定で、テレビ版ではこのあたりの枯れた描写が出てくるエピソードも存在す。現在の都道島における最大の収入源は、観光面での退職者向けの別荘分譲とそれに、付帯する別荘族へのサービス業である。のんびりと、蒸気機関車の牽引する列車で移動するのも、 別荘族へのサースの一環とも言えよう。ハット卿自身も新しい観光スポットの開発やイベントの開催などでサービス向上を目指している。全体的には満島に似た島だが王室保護領の満島ほどの独立性はなく本土の直接支配の島、長期滞在型観光に依存した島と言える。原作では舞台である鉄道の名称を特定する記述は 特になく、テレビ版では主に、ソドー鉄道、ソドーレイルウェイという名称が劇中及び、関連書籍などで使用されている。ノースウェスタン鉄道、ノースウェスタンレイルウェイ、北西部鉄道の正式名称は、書籍、ザイランド・オブ・ソドイッツ・ピープル、ヒストリーレイルウェイズ、日本未報訳の本文中にのみ登場する。ただし、略称の NW は、 第15巻の意地悪なブレーキ車などに表記されている。局長、シリーズ開始時は、重役のトップハムハット卿が運行を受け持っている。モットーは、ニル・アンクアム・シミリ、ラテン語で、他のどことも違う。島の三大私鉄であった、ソドウメインランド鉄道、S&M と、ティドマス・ナップ・フォードエルズブリッジ軽便鉄道、TK&E。E ウェルズワースサドリー鉄道 W&S を前身とし、1914年に開業。1925年にロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道の了承を得て本土まで路線を延長し、1926年に本線の機関庫がビカーズタウンからティドマスにされ現在に至る。本土の鉄道が国有化された後は、急行がティドマスまで乗り入れてくるようになった。 本土の鉄道が乗り入れることからわかるように期間は 1435mm。ピールゴッドレッド線を除き非電化。保安装置の導入状況は、作中言及されていないが、信号による閉塞は実施されている。以下、原作とテレビ版の双方に登場する、路線上において、テレビ版にのみ登場する駅や、原作の既存駅と駅名が異なるものがある場合は、ないに記す。 ティドマス、ティドマウス、ロアーティドマス、ロアーティドマウス、ナップフォード、ナップフォード、クロスビー、クロスビー、ウェルズワース、ウェルズワース、停車駅、ティーホールとマロン、マロン、クロンク、クロンク、キルデーン、キルデイン、バラードライン、バラドリン、ケラビー、ケラビー、ささやきの森の停車駅、ウィスプリングウッズ・ハルト、ケルス・ソープロード、ケルス・ソープロード、ケルス・ソープ、ケルスープ・ソープ、クロバンズ・ゲート、 クローブン、エスゲート、ビカーズタウン、ビカーズタウン、バローイコールイコールファーネス、バローインファーネス。ナップフォード、ナップフォードドライオー、ドライウ、トリレック、トウレレック、運動場駅、スポーツフィールドハルト、エルスブリッジ、エルスブリッジ、メイスウェイト、メイスウェイト、発見ベック、ハッベック、ファーカー、ファーカー、ウェルズワース、ウェルズワースサドリー、サドリー、ロアーサドリー、 ロアーサドリー、アニマルパーク、アニマルパーク、ディングリー、ホール、ディングリーホール、アッパーブレンダム、アッパーブレンダム、ブレンダム、ブレンダム。ティドマス、ティドマウス、タウンホール、タウンホール、ティドマス、ホールト、ティドマウスホールと、ホールトラフ、ホールトロー、ブラフズコーブ、ブラフスコーブ、アールズバーグウェスト、アールズベウェイウェスト。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。